美女メガネとは、ソニーマガジンズが発行する月刊誌デジモノステーションに掲載されていたグラビア連載である。かつては、グラビアの美女というサブタイトルが付けられていた。1999年のデジモノステーション創刊時より掲載。美女とメガネのコラボレーションをコンセプトに、若手女優やアイドルの貴重なメガネ姿を見られるグラビア企画として読者から人気を博した。 紙面にて、当コーナーは4ページで構成されており、モデルがメガネをかけている姿とかけていない姿の写真を半々の割合で掲載してバランスをとっていた。モデルによっては複数のメガネフレーム及び衣装を着用したほか、自身の私物である旅付けメガネをかけた姿が掲載されたこともあった。なおコンセプトの都合、 メガネをトレードマークとしているアイドルがモデルに登場することはなかった。2005年から2011年にかけては、紙面掲載分に未公開カットを追加した写真集が計示冊発売。2011年以後は写真集を発売せず、紙面と同様の写真をデジモノステーション HP でも公開、紙面では見られないオフショットや撮影裏話も掲載して、 メ面との差別化を図った。2016年3月、掲載誌であるデジモノステーションの電子書籍化以降に伴い、同年5月号の掲載をもって、掲載を終了した。掲載モデルはグラッシーズと表現されている。なお、内の所属グループは掲載当時のもの。実質上の101回目となった2010年7月号では、連載100回を記念し、番外編。 美女メガネクロニクルとして過去の写真から掲載。ありがとうございます。